自分の考えが絶対に正しいと思っている人にはどう接したらいいですか一緒に話をしていて疲れてしまいます。例えば会社の上司とか中高年くらいの人に多い気がします。 自分の考えが絶対に正しいと思っている人っていうのは中高年に限らず多くいると思いますね。だからまあ、無知の知ってやつですよね。無知の知を知ってるのかってことですよね。だから無知の知を知らないっていうことなので、それはまあ、なんか、いや他にもあるでしょうっていう感じがするから、疲れるって言えば疲れますよね。しかも無知の知をね、知らせると怒られますからね。<laughs> 殺されちゃいますから、ソクラテスのよいや、あんたは何も知らないでしょと。少なくとも私はし知らないこと知ってますよ、みたいなこと言ったら。それは怒られるよね、中高年の人に。 だからまあ、話半分聞くというか、まあうまく合わせて、そうそう、右から左受け流すというかね、直球で受け止めんじゃなくて、やっぱり世の中を斜めから見るというかね、まあ正面から受け止めないってことは大事ですよね。で、相手は相手でまあ確かに正しいとこもあるなとか、でもまあ違うことも多いのになと思いながら、うんうんって話し合わせておいて。でもなんか意見ないとか、ちょっと俺の考え間違ってるかなと思った時にはなんかいいパスを投げてあげたらいいんじゃないですかね。はい。